ソウル支局、吉永さん新書の内容に関する情報は出てきてますか韓国側にはどんなねらいがあったんでしょうか、はいえー、今回の会談はです、ね、韓国側にとっては日韓関係修復に向けたきっかけを作る場だったんです。 イ首相はです、ね、今回の訪問で、えー、民間交流の象徴的な場所を訪れたりですとか、えー、天皇陛下の即位に対するお祝いや台風被害へのお見舞いの言葉を述べるなど友好メッセージの発信に心を配っていた印象を受けます。 またですね韓国政府関係者によると先ほど質問があった手渡されたムン大統領の新書に関しまして日本は重要なパートナーだと強調する内容が書かれていましたでさらにですね徴用工など見解の違いが分かれる大きい問題に対してはイ首相から直接触れることはなかったということですで背景にはですね韓国国内の事情があります日本による輸出規制やこれに反発した不買運動によって韓国経済には打撃が広がっているんです 支持率の低下を食い止めるためにも日韓関係をこれ以上悪くできないという危機感が政権内には広がっています来月にはですね ASEAN 関連首脳会談など大きなですね国際会議が控えています現時点で首脳会談本格的な首脳会談を開くのは難しい情勢なんですが立ち話でもですね含めたですね対話が行われるかどうかが焦点になってきます なるほど分かりました続いて政治部の大石記者に聞きます日本政府としては今後韓国とどう向き合っていくんでしょうか、はい、安倍総理は対話のドアはオープンを自らの外交姿勢としてきました今ソウルからのリポートにもありました国際会議の場はムン・ジェイン大統領との接触の機会となるかもしれませんただ日本側の主張はシンプルで まずは韓国に国と国との約束を守ってほしいということです関係悪化の大きなきっかけとなった元徴用工をめぐる判決からまもなく1年となりますが互いの主張は依然平行線のままです今回の会談で注目されるのは国際法違反の状態を改善しなければならない約束を守ることで健全な関係に戻すきっかけを作ってほしいという安倍総理の発言です これを今日の会談の中でですね二度にわたって念押しをしたということなんです日本政府としては日韓関係が今後どうなっていくのかは交渉によって妥協点を見出すというのではなく行動を起こすべきは韓国側だという考えです